はい、ということで次は清明神社の中です。こまりでけえな。映画の関連品とかそういうの売ってんじゃねえの。さっき住所行ってきたら。うん。てかお前が小銭持ってたらいいんじゃないの。うん。桃太郎と説明あるように古来陰陽道では桃は魔除けの果物。京都のお寺神社はどこも混んでんな。そうね、うん、まあ1月だからってのもあんのかな。まあまあ京都だから
ここに。うん。あ、お前入れとくよ、そっちに。入るかな。いらなかった。もうなんかちょっとジブリに出てきそうなおばあさんが気になるな。よし、じゃあ行きましょう。ああ、しようかなって思ってるところ今。